マリオカート7では、マシンをですねカスタムできるように今回はしてみました。自分のレーススタイルに合わせてタイヤとそのフレームとあとは空を飛ぶためのグライダーをですね自分でこう好きなように組み合わせて、例えばこうフレームでもその重量級のフレームやその軽量級のフレームをこう使い分けるとか、あとはタイヤもですねハイグリップタイヤにしてみるとか、ダートに強いこうでかいタイヤっていうんですかね、まあ、この組み合わせでそのどれぐらい速いのかとか自分がこのコースで活躍できるのか速いのかっていうのを、自分でこう発見していくということを今回、していただいて楽しんでいただきたいと思っています。新しい全く新しいコースを、16コース追加で、作りました。で今回はその陸海空、いろんな飛んだりとかスイッチの中を行くんですけども、その新しいコースはもちろんそういうのをいろいろ取り込んだコースになりますし、過去のコースも、若干その水中やその空を飛ぶということが新規要素として盛り込んだ上で、過去のコースを、まあ、改めて楽しんでいただけることに、なります。例えば、ウーフーアイランドですね。ウーフーアイランドはウィフィットや、ウィスポーツリゾートで舞台になった島なんですけれども、ここでちょっと特徴的なのは今までのマリオカートですとその同じコースを3周して、3周したゴールするみたいなそういう、まあ、レースになっていましたけども、ウーフーアイランドに関してはスタートからゴールまで長いコースをもう走り切ると、とにかくいろんな仕掛けが盛り込まれて、最後まで走り切って、まあ、1位なのかみたいな、そういうコースも今回は用意しているんです。新しいキャラクターがですね何体かまた用意しようと思ってるんですね。今回はその中で、2つのキャラクターをちょっと紹介したいと思います。まず1つは、メタルマリオですね。これはマリオ64で、登場したこうキラキラっとこうメタル調に光ったマリオですね。もう1つはですね、新しいキャラクターとしては、ジュゲムですか。スターターですね、こうシグナルを持ってこうスタート時にこうピッピッピッポンと、そういう役でずっと出ていたんですが、実際にレースに参戦するということは今回初めてなんですけれども、ジュゲムがなんか好きだっていう人は本当に使っていただければいいなと思っています。まあ、今回何個かアイテムを追加したんですけども、今日はその中で一つ紹介をしたいと思います。それはファイアーボールなんですけれども、こう前後にですねファイアーボールをこう打ち分けてですね、ファイアーボールが当たるとこう軽くこうスピンしてしまうようなそういうアイテムを今回用意してみました。 Nintendo 3DS ではそのすれ違い通信やあとはいつの間に通信という新しいその通信の要素もありますので、いつの間に通信、すれ違い通信、そしてインターネット対戦と、まあ、いろんな通信についての遊びをですね、盛り込んでみたいと考えています。いつの間に通信では世界中のマリオカートプレイヤーのゴーストを、そのダウンロードでですねいつの間にか、ゴーストが自分のところにやってきてで対戦できるようなそういうことを考えたいと思っています。すれ違い通信ではですねそのすれ違い通信によってマリオカートのプレイヤーの、ゴーストのデータですね、それをお互いに交換するようなことは、やろうと思っているんですね。それだけではなくてそのすれ違い通信で出会った人たちで、インターネットでも対戦できるようなちょっとそういう新しいことをやってみようと思っているんですね。インターネット対戦なんですが、ローカル通信で8名でインターネット対戦でも、まあ、8名ですね、対戦できるように、しようと思ってます。今回 Nintendo 3DS には、ジャイロ機能というのがありますので、やはり同じようにその Nintendo 3DS をこうハンドルのように操作するだけでハンドルの操作ができるようなことも、やっているんですね。ハンドリングの操作をしている時にはそのカメラのビューもですね主観モードに今回、しているんで、本当に自分でこう主観モードで、レースを勝ち進むみたいなことにもチャレンジしていただければ面白いんじゃないかなと思いますね。家庭用ゲームソフトとしてはですね第7作目なんですね。ですからまあそういう意味もありまして今回タイトルもですねマリオカート7にまあしてみようと、まあ、思いました。本当にそのタイトルごとで それぞれお客さんがですね遊んでいるその量とか遊び込み等をですね
あとはその思い入れなども本当にもうそれぞれ違うっていうのがインタビューでもね分かりましたし、私たちもですね本当に今のマリオカート7を、本当に楽しく遊んでもらえるように、完成までですね今全力で取り組んでいますので、皆さん期待していてください。